性的マイノリティへの偏見や差別のない社会を目指すイベント東京レインボープライドが都内で開かれおよそ20万人が参加しました。パレードでは世代や国籍を超えたたくさんの人たちが参加しています。今日午後性的マイノリティの人らおよそ1万人が渋谷を行進しました。法律ができることによって、国から認められて、あ、自分この人たちは認められたんだっていうのが分かると、その今その批判的なことを言ってる人たちもちょっとは変わってくるのかな。参加者は今年のテーマ変わるまで続けるなどのプラカードを掲げ、性的マイノリティへの理解や同性婚の合法化を求めました。主催者発表では今日までの2日間でおよそ20万人が参加したということです。